うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、今日はいろいろな曲に挑戦ではなくて、ちょっと音楽がキラッとね、皆さんの演奏が輝く素敵な、動画をシェアしたいと思います。今日のね、動画のタイトルこれですね。ドーン、ウクレレのこの左手の握り方と、あとね、ビブラート。このビブラートっつうのはね、これちょっとこうね、例えばバラードとかでちょっと伸ばすところでこうビブラートかけたりなんかするのもすごく気持ちがいいし、単音を多分イントロとかメロディー弾くときにもね、こういう、こういうなんか、ぬーんってこう揺れるビブラートの、弾き方をちょっとレクチャーして参ろうかなと思います。このね、ビブラートを説明するときにすごく大事になるのが、実はこの握り方なんですよね。左手のこのコードを押さえるほどの握り方ね。で、これね、ちょっと参考になる動画があるんでシェアしたいんですけど、ウクレレ弾いてるとネックがこう、ガコッと下がっちゃって、例えば、うまくいけない、弾けないコードがあるんですよという質問をすごくいただいたんで、以前、ネックがガコッと、下がっちゃう方はの動画っていうのを撮ってるんです。ここにちょっとリンク貼っておきます。概要欄にも貼っておきますけど、ここでも一度説明したことがあるんですけど、こっちのね、ネックの握り方って、大体大きくは2つあるというふうにガズレレではいつもお伝えしてるんですけど、1個はロックフォーム、もう1個はクラシックフォーム、こんな風にね、命名しております。まずロックフォームっていうのはガズが普段握ってる弾き方ですね。一番分かりやすいポイントとしては、こうやってコードを押さえてる時、今 F を押さえてますけど、見て親指をこう上にこう出てるというか、だから Fm もこうやって親指使って押さえるじゃないですか。 F とか G7 とか C とか弾くときにこのぐらい親指が出てるんですね、ガズの場合。こうやって握っちゃうのがロックフォームです。はい。で、片やもう一個の弾き方は何かというとクラシックフォームです。クラシックフォームっていうのはこういうことですね。ほら、親指出てないでしょ、前から見たとき。そしてここにこんな風にすごくスペースが空いてるんですよ。要はさっきのロックフォームはこういう握っちゃうフォームに対して、クラシックフォームはこういう風に親指でこう挟み込むタイプの押さえ方ですね。はい。で、これロックフォームとクラシックフォームそれぞれの弾き方がまああると思うんですけど、これどっちがいいかっつうかですね、もうどっちもいいんですよ。皆さんが弾きやすい方を選んでいただければいいと思いますというのがガズレレの考えなんですけど、今回はね、この2つの握り方によってビブラートの方法がまるっきり変わるよということがまずありますんで、そこをちょっとまず一回ご確認ね。そうすると、じゃあロックフォームでコード、例えばガズレレ奇数コードを弾いてみると、ちょっと左手見ててね、親指出た状態で C とか F とか G7、Am、D7 でしょ ?Dm、Em7、E7、C7、A7。まあ、こんな感じです。じゃあ対してクラシックフォームは、親指がちょいちょいと下がってきたよ。そして C を押さえて F 弾いて G7。D7、Dm、F、Em7、E7、A7 みたいな感じですね。こんな感じ。両方とも全然プレイできるよということなんですけど、ロックフォームだとこうネックを支えられるから結構いろいろ都合がいいことが多いかなということでガズは採用してますけど、ストラップとかこうしっかりちゃんとかけて、ここピッと突っ張っていればクラシックフォームでも全然うまいことできますんで、これはお好みで皆さん自分でどっちがいいかなって試してもらって、弾いていただければいいかなと思います。一般的にウクレレの業界ではクラシックフォームをおすすめしている方がすごく多いようですけれども、ガズの考えではどっちでも楽な方でいいと思います。はい。まあそういうわけでガズはロックフォームなんですけど、はい、じゃあここから今日ね、一番の本題に入っていくんですけども、ビブラート。ビブラート、まずはですね、じゃあ、そうだな、2弦の5フレットの音をね、2弦の5フレットの音、ここの音でちょっとビブラートをかけてみましょう。ちょっと、まずロックフォームから。これがロックフォームのビブラートです。よく見てもらうと分かるんですけど、5フレットこうやって押さえたら、こういう風に動かすのがロックフォームのビブラートの特徴ですね。ここを軸にして、分かる?ネックをここで支えてるんでしょ?ここ。ここを軸にして、こう回転させるイメージですね。こういう風に。今、薬指で押さえてますけど、はい。で、かたやじゃあクラシックフォームはどうなるか。クラシックフォームはですね、こういう風になるか。はい。クラシックフォームは親指がここにあるでしょ?真裏にあって。こういう風に動かす。矢印がこう書いてあるでしょ?こっちの向きに、こうやって
音を揺らすのがクラシックフォームのビブラートで、ロックフォームはこっちの向きです。今矢印書いてあるの分かる？こういう向きなのか、こういう向きなのか。つまりですね、このロックフォームなのかクラシックフォームなのかで、ビブラートの矢印の方向が変わるんですよ。なんでこれはどっちでもいいです。ちょっといろいろ試してみて、臨機応変にちょっとチャレンジしてみていただくのがいいかなと思うんですけど、クラシックフォームで思い出すのはバイオリンですよね。バイオリンの方ってこうやって持って、こういう風に動くじゃないですか、すごく。しかもこのフレットがバイオリンはないので、こう弦の、この向きでね、この、ぐーっとこう押し付けたまんま、音が揺れるの分かる？じゃあ、2弦の3フレット。これ、気をつけないと次のフレットに。で、行っちゃうんで、行かないように、ここでグッとこう、ホールドして、こういう力をかけるっていう、これなんですけど、まずこういう単純練習がいいと思うんですけど、単音の時はね。はい、これクラシック。じゃあ、ロックフォームは、今度、縦、上と下の波だったんで、矢印だったんで。ね。そうするとこれ、よく見ると分かるんだけど、フレットを擦る音がするんですよ。聞こえるかな？こういう音も聞こえてきますからね。クラシックフォームは音、そういう音しないんですけど、フレットにこう擦りつけるような感じですね。はい。じゃあ、逆に言うと、じゃあ、今度は、2弦の1フレットだとしますよね。ここだと人差し指になります。じゃあ、人差し指でロックフォームのビブラートをかけると、こう。クラシックフォームだと。これはちょっと難しいね、1フレットは。なかなか1フレットでビブラートっていうのはクラシックフォームだと難しいですけど、ここはロックフォームの方がこう波が作れますね。ちょっとこれクラシックフォームだと1フレットは難しいな。まあそんなようなことはあるんですけど、一応こういう違いがありますということなんですけど、まあでもガズレレの場合はこうコード弾きが多いんで、ちょっとコードでもね、できるとこれかっこいいんですよ。例えば C なんですけど、C って押さえると1個だけじゃないですか。C って押さえるとここの1箇所でしょ。ここでビブラートをかけるときに、じゃあちょっとやってみましょう。わかる？ちょっと。これは、ロックフォームでこうやってやると、すぐこの上の弦に当たって2弦の音を止めちゃうんですよね。気をつけないと。ほら。ほら。ちょっと上に上げただけで、2弦に触れちゃう。指がね。だから、ちょっと下に向けてこうなって、ロックフォームだとね。ちょっと下と真ん中に向けてる感じ。はい。じゃあ、クラシックフォームで今度行ってみましょう。クラシックフォームっていうのはこうやって押さえて、親指もここの位置ですよね。ほんで、矢印の向きはこっちとこっちでこう行ったりする。こういう風に動かすわけです。ちょっとやってみましょう。よいしょ。これもかけとこうな。よし。ちょっと微妙に揺れてるの分かるかな。これがクラシックフォーム。はい。次、Am でやってみましょう。Am っていうのも、4弦の2フレット、これ1個だけのコードなんで、やってみると、まず、ロックフォームの場合は、こうやって本来揺らしたいんですけど、あんまり揺らすと、この3弦の上に触れて、3弦の音の響きを止めちゃうんですよ。こんな感じで止まっちゃう。ほら。止まっちゃうから、これはね、あんまり振りすぎるとダメなんですけど、こんな感じです。微妙に揺れて、はい。当たんないように他の弦に。はい。で、これをクラシックフォームでやると、またさっきみたいな親指を下げて、またこんな風になりますね。今度はまたこういう矢印になります。これもね、あんまりこっち来ると、ちょっとね、伝わりかな、わかんないですけど、まあ、これもなんか気持ち C から Am。はい。こんな感じかなと。じゃあ次はですね、F やってみましょう。F。まあじゃあ、ロックフォームでやると、こんな感じ。ネックの動きを見たら分かるよね。はい。こういう風に動いちゃうわけです。矢印の力の動きがこうです。じゃあ、クラシックフォーム。親指をまた下げて、親指を下げて、F を押さえて、今度はこっちの矢印ですよ。ほら。うん。このローコードだと、ローコードっていうのはつまりこっちの方で弾くときは、クラシックフォームの方がビブラートかかりづらいですね。こっちの方がクラシックフォームかけやすいですね。ほらね。ロックフォームとクラシックフォーム。なんで、コードで弾くときはロックフォームの方がビブラートかけやすいです。まあ、ね、コードでそんなビブラートかけることはないんですけど、なんかすごく伸ばすときとかに使えるかなというふうに思います。はい。これがロックフォームで、クラシックフォームだと、ね、ウクレレこっちに触れてるか、こっちに触れてるか。これがクラシックフォームで、これがロックフォーム。はい。じゃあ G7。G7 はこの三角形。まずロックフォームからいくと、これが一番やりやすい。この中指が4弦に触れないように頑張る。
はい、でこれもクラシックフォームにしてみましょう。今のロックフォームだったからこうやって縦のラインでこう今揺らしたんですけど、こういう感じでね。じゃあ今度はロックフォームからクラシックフォームに切り替えます。これがクラシックフォームですね。はい、ここに間を入れて、はい、じゃあ今度はこういう力関係、うん、はい、これですね。こういうね、なんかこう原理原則を分かっているとなんかふとした時にビブラートをかけられる。ちょっと聞いててね。今のはちょっと大げさに書きましたけど、ちょっと揺らすだけで結構演奏がこうなんていうのかな、とろける感じになる。じゃあ今度はクラシックフォームでもちょっとやってみましょうか。まずじゃあ F から、今度矢印の上こうですからね。はい、Em7、 E7、伸ばすときがいいかもね。みたいな感じ。ちょっとこのバラードとかで伸ばすときとか、ほんの一瞬ビブラートかけてあげると演奏ほんと良くなりますよ。はい。で、ちょっとね、慣れないと指痛いです。どっちも痛い。クラシックフォームも、例えばちょっとさっきも出てきた 2弦の5フレットを押さえたときも、こういう風に、今こういう風に動かすでしょ？その時に結構ここね、しっかり押さえとかないとずれちゃうっていうのがあって、ここの、なんちゃうかな、こう。結構な力がいります。そうするとここにやっぱ指にね、弦を押さえる力ちょっと普段よりいるので、結構疲れるよ、人差し指も。はい。ロックフォームは、まあ、普段よりこう、触る力をこう、キュッと込めて、そこを軸にして、こう、ね、指ずれないように、こう、こっちの力もそうだし、こっちの力もそうだし、かけるわけですから。はい。これをですね、まず単音で、今みたいに2弦の5フレットぐらいのやりやすいとこから練習してもらって、コードに、落とし込んでもらうといいかなと思いますね。コードの、その、何回も言うですけど、バラードの伸ばすところとか、みたいな感じ。いいでしょ。これ普通に行くのとだいぶね、これ違うと思いますよ。クラシックフォームでも。はい。皆さんのそれぞれのロックグリップか、クラシックグリップかで、このビブラートも変わってくるぞということでございます。このね、使い方はもう皆さん、曲の中のアレンジでね、どこでこうビブラートを入れようかなということをちょっとね、考えながらやってみいただくのがいいと思いますね。もうすごいの、イケイケのロックの曲でビブラートかけるのも、ちょっとまたそれもね、違うかもしれないんだけど、まあ、その、パートによってはいいかもしれないですよ。なんでまあ、何も決まりはないですけど、ちょっとこう音を揺らす。これだけですごくね、こう世界観が。ね、いいでしょ。ぜひこれを機に、ビブラートと自分の握りも一緒に確認できればいいかなというふうに思います。はい、ロックフォームの握り方とクラシックフォームの握り方、まずこれが第一ステップですね。これでね、もう結構皆さんも そういうことだったのか私っていうふうに理解してくださる方も多いと思うし、これミクスチャーでもいいんですよ。このコードはクラシックフォームで、このコードはロックグリップでもいいです。例えば、ロックグリップの人でもね、A シャープというコードは、どうしたってクラシックフォームにするしかないんですよね。こういう風に。いつも言ってるけど、ここに場所、ホールを作って、こういう第一関節を伸ばすわけですから、親指がここに来るわけ。握ってたら A シャープを抑えられないんですからね。結局、ロックグリップの人はハイブリッドで両方使ってるということになります。クラシックフォームの人はずっとクラシックフォームで、
いける可能性大ですけどね。そういうことも、ちょっと今一度確認していただいて、ネックがガコッと下がっちゃう、さっきシェアした動画もあるように、クラシックフォームの人はちょっと慣れてないと、こうネック下がっちゃって、押さえづらいっていうのはあるかもしれないんで、ストラップとか使ってやるといいですよというふうに、まあまあ、一応確認として、まあ、今もお伝えしたいと思うんですけど、とにかく自分にもできるかな、試しながら、隙間があれば、こう伸ばすところとかあれば、入れてみるとかなり気持ちがいいです。2021年のこの夏にですね、このビブラートを使いまして、皆さんの演奏にこうキラッとこう輝きをですね加えてみるのはいかがでしょうかとい う, こう動画でございました。ぜひチャレンジしてみてください。ちょっと皆さんお知らせです。カオレレフェス開催したいので、皆さんちょっとご協力ください。このカオレレフェスというのはね、夏にねガズレレウクレレでイベントなんかやろうよっていう時に、うまい下手のコンテストじゃなくて、こう音楽を本当に楽しんでるか、もう表情で豊かでこう、にじみ出てくるものあるかみたいな、そういう観点で面白いこう、イベントやろうということで、立ち上げた、企画があるんですよ。ちょっとこの辺の詳細のこと、ここにリンク貼ってくるんで、ぜひとも見て、皆さんどんどん振るって応募ください。ここに詳細書いてありますからね。待ってますよ。はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これ、ウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる。これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる。横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こういう楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使って、こう、中でね、こう動くのを防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。